50匹余りの犬をレザークな環境で飼育し衰弱させる虐待をしたなどとして白浜町の犬のブリーダーらが警察に逮捕されました逮捕されたブリーダーはいい環境でなかったことは間違いないが餌や水は定期的にやっていたなどと容疑を一部否認しているということです逮捕されたのは白浜町のブリーダー業今津健二容疑者ら合わせて3人です 警察によりますと、今津容疑者らは白浜町の犬の飼育施設で56匹の犬をレサークな環境で飼育し、衰弱させるなどの虐待をしたとして、動物愛護法違反などの疑いが持たれています。この施設ではトイプードルやミニチュアダックスフント、それにチワワなどの子犬や生犬合わせて56匹が飼育されていましたが、 糞尿が大量に残る狭いケージの中で飼育されていたということです。去年12月、白浜町から古い畳などの廃棄物が投棄されているという連絡を受け、警察が今津容疑者の自宅を捜索したところ、今回の事件が発覚したということです。調べに対し、今津容疑者は、「いい環境でなかったことは間違いないが、 餌や水は定期的にやっていたなどと容疑を一部否認しているということです警察は詳しい事件の背景を調べています